今回は長野県飯田市美保にある高徳寺と小笠原家諸院の近くまで行ってきました。ちなみに前回の動画で徳姫様のお墓は紹介したんですけれども、家系図を見ていこうと思います。まあ誰もが知っている徳川家康と織田信長のそれぞれの子が結ばれまして、できた子が徳姫なんですけれども、その夫が小笠原秀政です。 そして今回行ってきた孔徳寺に小笠原家の関係のお墓があるというのを知人から聞きまして、家系図を見ましたら、徳姫の夫の秀政はここで、今回の孔徳寺のお墓はこの長直みたいですね。ですのでかなり遠い親戚にはなると思います。あとは撮影してきましたので、雑談などを聞きながらご視聴ください。 まず最初に言っておきますと、長直のお墓は撮影できませんでした。なぜかっていうと、このお寺に登っていって上の方にお墓がいっぱいあるんですけれども、小笠原の名前のお墓がいっぱいありまして、一般の方のお墓も混じっちゃってるんですよね。そしてどれがその長直のお墓なのかっていうのが読めないし、どれなのか全くわからなかったので、撮影はしてきたんですけれども、出せない状態です。 あと、秀政のお墓があるっていうんだったら、えー、住職の方に聞いてでも、その場所を撮影させてもらったんですけれども、長直っていう方が私は全然知りませんので、まあごめんなさい。歴史に詳しい方から見たら、そんなの調べていけよって怒られちゃうかもしれませんけれども、長直っていう方知らないので、まあいいかなと思って来ちゃったんですよね。ちなみにこの横の道を上の方に登っていきますと、お墓がいっぱいあるんですけれども、 晩の,方のお墓までっっちゃってるし、あと一番上の方にそれらしいお墓はあったんですけれども本当にそれが正しいのかっていうのがわからないので、まあ、ほとんどカットしちゃいますね。 というわけで、もう一箇所の小笠原資料館の方へ撮影しに行ってきたんですけれども、まあ途中で雨は降ってくるし、夕方なのでもう閉館になってしまうっていうことなので、まあ中までは撮影、まあ撮影させてもらえなかったかもしれませんけれども、できませんでしたので、道中だけの道のりの撮影になります。 ちなみに私はただ撮影してきただけですのでほとんど解説も何もありませんけれどももっと詳しいことを解説されている方でミスズちゃんチャンネルっていうのがありましてその方が詳しく述べていますのでこの動画の最後のところにリンクを貼っておきます今回の動画はすみませんでした何の下調べも準備も知識もないままいきなり行って撮影してきましたので まあ不完全なものになってしまいましたんで、まあ、書き込み欄のところに、こういうところにお墓があったよっていうのを書き込んでくれると、また撮影してくるかもしれませんね。それでは終わります。YouTuber 神風大和チャンネル。